改めまして江口拓也です。木村良平です。米長翼です。聞いて、どうした、聞いて。要するに江口のトークなのね、今回ね。そうね、今日フリー、私のフリートークの、はい、どうしたの時間なの、はい、何なの、どうした、あ、可愛い靴自転、こら踏むんじゃない。何どうしたの、何自転車買ったの、正確には買うの今、うん、なんか納車日みたいのが決まってて、うん、取りに行くんですけど今度、うんうん、今まさにいつそれを待ってる、いつ納車されるの、もう、うん、明後日、明後日、ほう、明後日、明後日ってのはこっちで明後日ってこと、4月の、あ、違います、あの時間的に今時間軸的に、あ、このね、はい、今このナウの、このナウの明後日、へえ、でもなんかさっき聞いた話によるとね、はい、お店の方にお任せしてこう作ってもらったの、まあ、色とかは自分で決めたの、いや、もうそこまでこうバリエーションがなくて、うん、なんか白と赤と黒みたいな、うんうんうん、あ、白がなかったんだ、黒と赤しかなくて、うん、で黒もかっこよかったんですけど、うん、なんかちょっと暗い時に黒だと目立たないかなみたいなことを思って、うん、なるべく目立つような赤にして、うん、でもライトもめちゃくちゃつけて、うん、とにかく目立つような自転車にして、事故怖いからね、そう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 、うん、でなんか気分転換に、でもあれだよ、それって必要不必要で言えば、ライトっていうのは、うん、ライト云々目立つ云々っていうのは、うんうん、道で乗るから必要になるわけで、そうそう、あの、すいません、乗らずに部屋に飾っとくだけの自転車ライトは別にいらないです。こらこら、ちょい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 、ないないない、なんだなんだ、乗るよ自転車。米長さんの顔、顔よ。まあ絶対乗らないだろみたいな顔よ。だって前回の話で、ね、ジムも江口が続いてるものってだって見たことない、うん、そう。だってカメラもそう、カメラもそうだよ。でジムも契約したけど2回しか行ってない。俺だってはっきり言わせてもらうよ、はい。カメラについても最近俺ちょっと写真撮るの楽しいなと思ってて、それを友達と喋ってる時に、じゃあ一眼レフでも買えばって言われたんだけど、あ、買おうかな。あ、いや、使ってないやついるからもらうわ。ね、言ったんだけど、ただその時点で俺は江口に一言も写真のことは聞いてない。でも絶対使ってないから。そうだね。どうなんですか、江口さん、使ってらっしゃるんですか。使ってないですね。あ、最後に触ったのいつ。年末年始ですね。こっちはこれほらお家近いから、うん、もう取りに行っていいと思う。やめてよ、うん、そうする。ただあのゴミの山をからカメラ探したの。そうやめろ、それもまた大変だね。ゴミの山っていうのやめろ、キラキラしてないじゃないか絶対。ゴミの山っていう部屋が。確かにあの人形たちはキラキラしてたけど、キラキラしてましたね。自転車乗るの、うん、いや乗りますよ。一回でもあれなんだよね、いただいて。そうなんですよ、乗ってで、何回乗ったのその時は。それは 4,5 回乗ってた。おお、それでも 4,5 回。そしたら盗まれた。嘘。盗まれた。盗まれちゃったの結果。盗まれたんですよ。マジで。東京怖い。東京怖いな、うん、確かにな。東京怖いと思った。うん、すぐ盗む。今度のやつはさ、またいいの買ったんだしな。うんうん、大事にしような。もう今度のやつは、うん、家から出て家に戻ってくることしかしない。え、現場行けばいいじゃん。どこでも現場で、スタジオは、だからスタジオ室内に止められるところは乗ってっても あの大丈夫。本当ですか。うん、だから先にそれを確認しとけばいいんだよ。そう、教えてさせてもらえる。後でリストアップして教えてください。ここのスタジオは自転車置けるよっ。でも大概が大丈夫。まあ、最近の生産みんなほら自転車で通ってたりするから、ね、スタジオの中に入れたりとか、やっぱそのね、盗まれるのが多いから、そうだ、ね、うん、スタジオの中に入れたり、スタッフさんも乗ってる人が結構やっぱ多いから、そうそう、入れて全然大丈夫ですよっていうところもあるから、うん、いやでもそう、超楽しみなんですよ、うん、ワクワクしてもういろんなもの買っちゃったもん。本当、うん、つけちゃった。何つけたの、なんか、うん、サイコンメーターつけたの。サイコンは、サイコンメーターサイコンね、サイコンメーター、あの何キロ走ったとか、あのスピードが、スピードメーター、時速何キロとか、そうそうそう、とか買ってない。じゃあ逆に何買った、うん、そう、何買った、空気入れ。ああそのしかも自転車にフィットするあのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、あのこういう修理キットのやつ。そうそうです、そんなの修理キットあるの、あるの、へ、あのすぐにパンクしても、でもでかいのはお家に置いといて、うんうん、あのどっか出かけるときに、うん、あのペットボトルホルダーってあるでしょ、 あれを2個こうつけて、1個にその緊急キットみたいなのつけてもいいし、あとポーチ型のなんか後ろのそのサドルというか座るところにつけられるやつもあったりする、へ、応急処置ができるんだ。そう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 、だから、ね、あのゴムが入ってたりとか、その何かのね、パンクした時に入れられるゴムが入ってたりとか、ネジ締めるやつが入ってたりとか、あとちっちゃいその空気入れが入ってたりっていうのがね。そういうの買ったの。いや別々に買いました。ああ、なるほどね。それなんかリュックに入れて。え、他には、他には、あとは、うん、ペットボトルホルダー
の可愛いやつ。あれいっぱい種類あって、ね、いっぱいあるんですよね。それでペットボトルホルダーもそのペットボトルホルダーに入るペットボトルをまた種類があるんですよ、いっぱい、うん、ペットボトルホルダーはこのペットボトルじゃなくていわゆるペットボトルじゃないの、自販機の。そうなんです、自転車用に飲むやつがあるんですよ。はこう押すとクシャーって押すとビシャーって出てくるっていう。はいはい、わかるわかるわかる、ラジオで伝わるから。わかったわかった、うん、ガーって握って飲むやつ、先が細くなってるやつね。そうそうそう、あれがもうそれによってガーってホルダーが違うんですよ。だからそれもちゃんと全部選んで買ったりとかして、もう今からウッキウキですよ。そうだね、うん、楽しみだね、ワクワクしちゃうね。あ、そうそうそう。ウェアは買ったの？なんかお尻が痛くなるって聞いて、痛い、うん、お尻を守ってくれるズボンだけは買った方がいいって言われたんですけど、うん、まだ買ってないですね、それは。あ、ただあ、まあ俺は長い距離は走んなかったけど、うん、1週間ぐらいで慣れたよ、お尻。本当に、うん、1、2週間ぐらいで慣れた。1週間で、まあ俺近いスタジオしか行ってなかったけどね、はい、うん、1週間痛いのやだ。そやな、かわいそうだった。今まあね、ああいうズボンも結構こういう普通のこういう、まあなんだろう、ジーパンじゃないけども、はい、ちょっとおしゃれになってきてたりするから、いろいろ種類。見た目わかんないよね。そうなの、自転車乗ってる人とかの。わからないんだよね。そうそうそう。え、ビンディングにしてるの？ペダル。うん。ペダルは最初は普通のやつで、慣れてきたらこの靴にビンディングねじ込むやつ、うん。ガチンってするやつね。あれを買おうかなと思ってるんですけど、いろいろありますね。ある。最初ペダルついてないんだっていうところはまず衝撃で。そうそうそう。ペダル買わなきゃないんですよ。うん。すげえなと思って、うんうん、面白かった、いろいろ、うん、今だから乗る前までの今は楽しい、うん、こっから、うん、そうだ、こっからだね、乗るか反るか。でもこれからほら暖かくなってくるから。そうなの、代々木公園とかも全然普通にね、自転車で行けたりするし。そうなの、それが目的なの。中目黒までとか行っちゃえばいいじゃん。行く。ウィング、あとで10回乗るかどうかかけそれね、うん、俺も、うん、分かる、考えてた、うん、考えてた。